先輩、お話ししたいことがあります。なんだい？改まって。私ロニエからこの旅の間に先輩へ告白しなさいって言われてたんです。ヒーズ。でもそれはもう少し先にします。私思い出したんです。先輩がセントラルカセドラルへ連れて行かれた時、きっと聖号騎士になって先輩を助けに行くって約束したのを。でもまだ私は先輩のお荷物になってばかりで、私必ずあの約束を守って友情先輩のそばへ立つのにふさわしい騎士になります。その時に改めて告白させてください。わかった。楽しみにしてるよ。はい、楽しみにしていてください。ちょっとは前進したかな、あの二人。あのキリト先輩、私も先輩にお話ししたいことが。ごめん、俺ちょっと用事が。え、そんな、待ってください。お主たち、無事に帰ってきてくれて安心したぞ。見てほしいものがあってな。これなのじゃが。これは首なし騎士の武器と鎧の一部ですね。そうじゃ、こやつは本来世界を守るために創造主たちが生み出したものじゃ。ということはこれ自体が強力なリソースということだな。あの、どういうことでしょうか。これを物質変換すれば神器級の武器と防具が作れるかもしれぬという話じゃ。ただこれらは真意によって変異しておる。変質したまま変換を行っては何が起こるかわからん。変質を戻す方法はまだ調査中でな。戻す方法ね。打ち消す、逆の力を加えるとかか。真意、逆、憎悪の逆。それって、あの、私分かったかもしれません。本当かい？すごいじゃないか、ティーゼ。そんなこと、ユージオ先輩がいたから。お、あ、よく聞こえなかった。何か言ったかい？いえ、何でもありません。なるほどな。カーディナル、ティーゼの芯をこいつに照射してみよう。お主も何か分かったような口ぶりじゃな。まあよい、ティーゼよ、よろしく頼む。わかりました。ユージオ先輩、私はあなたのことが。これはなんとも優しい真意じゃな。照射するぞ、離れておれ。見事に浄化されたな。カーディナル、このリソースを使いティーゼに神器を作ってやってくれないか。そんな、私なんかがもらっても。あ、いや、
ティーゼのおかげで浄化できたんだ。ティーゼが持つべきだと思う。ティーゼ、僕もそう思うよ。わかりました、先輩がそこまで言うなら。ではティーゼ、始めようか。システムコール。これが私のチンキ。とてもよく似合ってるよ。ありがとうございます、カーディナル様。大切にしますね。うん。ところでキリト、なんだ、なぜティーゼの真意であの変質を打ち消せたのか、わしにはわからぬ。お主はわかったのか。あの変異は憎悪の真意によるものだったからな。おそらく憎悪の逆、純愛の真意で打ち消せたんじゃないか。他人のことになると気がつくんじゃな。あ、何か言ったか。いや、何でもない。またこのような真珠が現れるやもしれん。その時は頼むぞ、キリト。あ、任せておけ。こうして俺たちは再び現れた真珠を倒した。だが、アドミニストレーターによって整えられた世界は崩壊を始めている。再びこの世界に危機が迫っていることを俺たちはまだ知らなかった。